はい、こんにちは、ココメです。今回はペンテルのボールペンテル45周年限定カラーを紹介したいと思います。ということで、最近お店で見かけて手に取ったボールペンテル、可愛らしいデザインになっていて、書き味も面白いものになっています。さあ、そのボールペンを紹介していきます。ということで、こちらの一番の特徴は世界初の樹脂チップの水性ボールペンになっています。樹脂スプラスチックのペン先ということです。そしてこちら2017年で45周年ということで、1972年に発売されています。最近は金属製のペン先になっていて、ノック式のボールペンっていうのがね、主流になってきてると思うんですけど、ただボールペンテルはプラスチックのペン先になっているということで、独特の書き味になっていたり、あとはキャップ式、そしてレトロ感の見た目があります。だから逆に新しい感じがあって、一周回って新鮮なになってきた、他にはない感じが気になる、逆に目立つっていうので、発売45周年を記念して数量限定カラーのこちらが発売されました。私がボールペンテルを知ったのは限定カラーがきっかけです。こちらですね、色合い形が可愛くって、書き味も滑らかだったので購入してみました。なんか色合いがね、ミニ四みたいな感じでいいですね。絶対好きなボールペンになりました。でもね、見ていただいている通り、すごくポップな軸色です。特にこのベージュ軸とエメラルドグリーン軸、ピンク軸が気に入っています。ポップな色になっているんですけど、淡めな色で可愛いです。なんか見たことない感じが新鮮ですね。そしてこのお尻の部分とこのクリップにある色はインクの色を指しています。この色と軸の色がすごく相性がいいなと思います。レトロ感があって、特にキャップのところがなんかいいなと思います。このね、ローレットがあるとないのではだいぶ違うなと思います。ほんとね、ここが気に入ってます。さっきも言ったんですけど、ペン先が樹脂チッププラスチックでできています。今売られている普通のボールペンとは違いますね。この書き味としていろいろな言い方があるんですけど、優しい書き味だったり、唯一無二の書き味、独特な書き味、柔らかい書き心地、ムニッとした書き味、クッション性がある、ほんとね、金属製のペン先のボールペンでは味わえないものになっています。癖になってね、なんか使いたくなります。昔は普通だったのかなと思うんですけど、私は新感覚です。ほんと面白くって、書くことを楽しませてくれるペンだなと思います。まあ、ちょっとたまにかすれたり、紙1枚で書くとカリカリする感じもあります。まあ、なので紙を何枚か重ねた状態で書いたり、柔らかいものを下に引くた状態がベストかなと思います。あとは4つ目、芯形が 0.8 ミリと太めになっているので、丸みがある筆跡になっています。だから文字とかイラストが可愛い感じの仕上がりになるなと思います。水分を多く含んでいるみたいなんですけど、万年筆の筆跡のように濃淡が出ます。茶色が特にいい感じで、コーヒーみたいな感じがあります。ということで、値段なんですけど、45周年限定カラーの7色セットは1050円となっています。そして色はこのようになっています。すごい鮮やかですよね。そしてこういう茶色とか、ちょっと薄いところとか濃いところがあって、味があります。これからもいろいろな方にずっと使われ続けることでしょう。
そして使っていきたいボールペンになっています。ということで今回はペンテルのボールペンテル45周年限定カラーを紹介しました。ぜひ一回使ってみてはいかがでしょうか。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では。